本当に舞台は経験も少なく出演できると聞いた時は本当に嬉しかったですね。感激するのすごく好きなので早く稽古したいなという気持ちで楽しみにしていました。今日ビジュアル撮影をさせていただいたんですけど、まさか自分がこんなにかっこいい衣装を着て刀を持って髪の毛もちょっとかっこよく、メイクもかっこよくっていうのがまさかこうなるとは思ってなかったので、ちょっとそわそわするんですけど、自分的にも今までこう騎士団長のようなこう強くってかっこいい女性を演じることがなくてですね、自分の中にもあんまりかっこよさみたいなのがちょっとないなって思ってるんですが、でもすごく刺激的で、自分ではそういう女性を憧れの存在でもあるので、盾みたいなのもきっとあるので、そこも初挑戦でもあるのですごく楽しみにしつつ、かっこいい騎士団長になりたいなと思っています。共演者の方ももう全員初対面の方ばかりなので緊張してるんですが、でももう盾稽古だったりとかちょっとずつお会いする機会も増えてきてるので、皆さんがすごく優しく丁寧に教えてくださるのでもう楽しいです。オルタンシア役の尾崎由香です。今回、舞台久しぶりの出演でとても緊張しているんですが、でもこう女性も少ない分、私たちもこうかっこいい部分だったりとかも印象的にこう見せられたらいいなと、女性も活躍できるんだぞというところを見せられたらなと思っています。ぜひ劇場に、お足をお運びください。お待ちしております。